ヤオ様、僕のこと覚えてる？覚えてるぞ。あんな不愉快なことは初めてだったからな。悪かったね。僕の方じゃとても楽しかったよ。ああ、そうだったかね。言い合いはしたけどさ、考えてることは同じだったもん。そんな格好でどうしたんだ？あ、散歩してるのさ。雪の中を？学校はどうしたんだ？卒業したんだ。なんだ、震えてるじゃないか。こんなずぶ濡れで。大丈夫、平気だよ。さあほら、一緒に来なさい。おまわりさんに渡さない？渡さんよ。本当？小林する前についておいで。こっちだよ、こっちの方。まずその濡れたものから脱いで温かい風呂に入りなさい。肺炎になるぞ。さあこっちだ、こっちだ。早くしなさい。ここは風呂だ。さあ入って座りなさい。濡れたものを脱いで。空腹か。よし。ああ、ジョメ、温かいスープとサンドイッチを頼む。一人前。そうだ。どういうことでございますか。いつか話した子供だよ。あの不愉快極まりない振動だ。その子はなんでこのホテルに。それをこれから聞くところだ。グズグズするのはやめなさい。風呂から出たらこれを切るがいい。さあどうぞ中へ入って。早く。さてと、暖かいか。とてもいい気持ち。本当のことを言え。なんで表へ立っていた。学校から逃げたんだよ。なんで。尋問され変わったんだ。何のことで。家族のこと。何をしたんだね。当然の権利を行使したに過ぎないんだ。アメリカ国民なら誰でもすることをしたに過ぎない。もういいもういい。とにかくだ、ほら、温まったらこれを着て出てきなさい。なんだ。あの少年は一体どうなさるおつもりですか。濡れた服が乾くまで置いてやるぞ。しかし20分後にはテレビ局です。あの子を一人にするのですか。そうさ。学校を抜け出してきたんですぞ。家族のことを聞かれたといえば内容はわかりましょう。思想犯か。絶対です。それで。そのようなことに巻き込まれたら大変でございますぞ。親が共産主義者だから子供を追い出せというのかね、ジョーメ。おし。共産主義者の子供なら濡れたものを着せて外へ放り出せというのかあれ。乾かすまぐらいいいだろう。あ、一体何を探してる。盗聴器です。何を言いますか。しまいにはあの子が主義者だと言うんだろう。そうでないとは言えませんよ、ジョーメ。面白いよこれ、長くて。そこの椅子におかけ。すぐ食べ物が来るぞ。ところでお前だが共産主義者かね。はい、そうです。ただ政府が嫌いなだけかと思ったが。嫌いですよ。それに自分のことをああだこうだ言われるのはもっと嫌なんです。でも人民のためになるんなら共産主義者になりますよ。もしもし。もしもし。シャドフ国王はおいでですか。いえ、出かけました。お帰りになる時間はわかるでしょうか。1時間前に出ましたからもうすぐ帰ると思います。どう。いいえ。どこの子だね。僕？あんたは？このホテルの警備員だ。何をやってる。あ、待ってるのさ。誰を待ってる。おじさんだよ。おじさんだって。ああ、おじさん。ホテルの警備員だって。失礼しました。お甥様がいらっしゃるとは存じませんで、ちょっとお話を。はい、よろしい。では、ごめんください。さてと、殿下。ごめんなさい。どうしたのだ。あの、今の人が来て誰だって言うからね。それに警察の人みたいで怖かったし、おじさんを待ってるって言ったんだよ。それだけなの。なんで私がおじさんになった。おじさんしか知らないもの。ありがとう。ルーパート殿下を紹介しよう。は。ホテル側ではこの子を追いだと思ってる。面倒なことになりますぞ。ごめんなさい、僕帰るよ。着るものはまだ乾いてないぞ。ジョメ、新しい服を買ってやれ。ごきげんよう。陛下はおいでになりますか。出かけました。確か陛下の甥御様で。そうですね。
そ。さようでしたか。つい先ほど伺ったところで。陛下のお甥子様、これはこれはお目にかかれて光栄ですな。それでその陛下はいつ頃お戻りになりますか。原子力計画の書類を取りに行ったんです。じゃあお待ちしましょう。では殿下とご一緒にお待ちいただきましょうか。さてと殿下、アメリカへは初めていらしたので。生まれてからずっと住んでます。よそ行ったことはありません。そうでしたか。道理でアメリカの子みたいだなあみんな。結構ですな。では学校もニューヨークで。そう、ブルックリン。ブルックリン。ではお父上がアメリカ式の教育をお望みで。うん、あのね、うちのパパは王様が嫌いなんだ。それで名前を変えてブルックリンへ来たわけ。そこでママに会って結婚したんだけどね、ママはパパのことを王子だなんて知らずにただの移民だと思ってたんだって。それでこの僕が生まれたの。だから王様は僕のおじさん。でもおじさんは僕のパパのことをあまり話さないんだよ。昔決闘したんだってさ。それでもってパパはアメリカへ来たんだ。新しい思想を求めてだよ。自由の国で思い切りのびのびと暮らそうとしてなんだ。でも今や自由は脅かされてる。委員会が思想調査を始めたし、統制を始めているからさ。勇気ある者だけが権利を主張し、そして差別を受けている。職を奪われ、上にさらされているのだ。裁判もされず有罪にされている。このような行為こそが法廷の品位を低下させるものなんだ。すなわち世の東西を問わずして、法律の正当なる行使なしに生活の自由が、言論の自由が守られるもんだろうか。もっともっと調査が必要ですな、諸君。我が国の安全がかかっておる。そんなものは水爆をもってすれば一瞬にして終わる。共産主義者の者の言い方だ。全世界の協力と理解のもとにこそ安全はあるのです。お小さくなかったら委員会に報告するところですぞ。いいとも、報告すればいい。僕は主義者にして法廷に引きずり出して告白させりゃいいんだよ。洗脳すればいい。できやしないけど。かって独立宣言の署名者たちも洗脳されなかった。僕だって洗脳なんかされないよ。